うまっ。はい、今日はですね、日曜日ということでピザパーティーをしております。どういうこと？ピザパーティーって言うといる人みたいになっちゃった。ピザパーティーということでヘタレビーボーイさんとおぎりゅうこと、おぎりゅうが、ピザパーティー。ピザパーティーって言ったらおぎりゅうですもんね。飲みます、伊藤さん。当然今日ピザパーティーということで、なんかあの伊藤くんが名古屋から来てくれたんです。あ、すいません、わざわざ名古屋から。ピザ大好きなんですよ。大好きなんで。プロジェクターの動画のですね、編集を手伝ってくれて、あとオープニングの曲とか、そう、あ、とりあえず、そう、今日は名古屋から伊藤のがピザを食べに来てくれました。ありがとうございます。ピザも食べ終わったということで、ピザも食べ終わって、はい、もう今日は飲みということで、はい、ちょっと軽くちょっといっぱい引っ掛けます。はい、お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。伊藤さん、なんか次の企画は。腕立て、あ、腹筋っす。1万っす。あ、伊藤信さんは合計1万回をみんなで達成しようと。それは、10月の27日までに達成しようと。はい、それはさ、その俺らが合計1万回やっちゃったらどうする？あ、もう僕やんないそれでいいの？やんないよ。はい、のびちゃん、のびちゃん、ほら、1000回はやる。じゃあ1000回はやります。1000回はやる。超えてるか超えてないか。そう。あ、待って、けんちゃん、これ新しい食い方も思いついた。これをさ、はい、これをおかずに。もうさ、腹筋には興味ない。つい3、4日前なんですけど、はい、多分まだ分かんないんですけど、はい、財布をなくしてしまいまして、キャッシュカード、はい、クレジットカード、はい、あと保険証、はい、免許証、はい、全部なくなってしまったんですよ。あそれで、はい、一応あの警察の方にも届け出は出したんですけど、はい、あのもしこの動画を見てて拾ってくれた方がいたら、はい、警察の方に届けてもらいたいなと。なまあでもなくすはね、お前の先輩特許だからな。特許取られちゃってるからな。俺なくすはちょっともう無理だな。ねえ、うちら他の人は無理でしょ。そうだね。なくすはお前のじゃん。どうしたんだこれ。みんな俺財布なくしちゃってごめんなさいね。もうすぐ自分に返ってくるやつなの。あー、つらい。つらいな。